はい、こんにちは、福木わかめと申します。先日夜道を歩いている時、ふと空を見上げたらまん丸のお月様が張り付いてまして、で、あれから僕たちは何かを信じてこれたのかなと、夜空の向こうにはもう明日が待ってるんじゃないかなとしみじみ考えさせられまして、夜空の向こう側に行ってみたいなと思ったんですよね。そうしたらなんとキット君もですね、夜空に行ってみたいということで一致統合したので、今回はこちら、アイワの Go to Night Sky プレイしてみたいと思います。それでは、お、いつものキット君ですね。じゃあデータ1に、あ、で今回ちゃんと難易度選択ができるので、とりあえずミディアムでいいでしょう。行ってみま、え、なんかすんごい幻想的な雰囲気、半端ないんだけど、とか BGM いいな。まあ最初チュートリアルだと思うんで、そんな死ぬことはないと思うんで、うっ、え、ちょ、死に方がシャララーンって、え、よいしょ、こうでしょ、これもう、あ、うん、え、なんかすんげえいい雰囲気、ええ、あれはセーブではないのか、超びっくりした。まあいいや、こんなところでね、まだ死ぬような僕じゃないと思うので、セーブはしないでいいかな。でもセーブしとくか一応。お、え、え、これちょっと待って、え、あ、あれも偽物か、偽物ばっかりだよ。え、てかあんなになんかもうシーザムーンで月が見たい月が見たい言ってたのに、もう月あんなデカデカとありますからね。これは、うっ、え、じゃ、え、なんかめちゃくちゃ曲がいいなぁ。お、で、これが上がるから、ちょっと待って、こうだな。お、うっ、え、え、びっくりした。さ、何度でも蘇るさ。で、これはこうでしょ？これ逆にこっち、あ、こっちか。これはさすがに本物のセーブであってほしいな。あ、で、これは多分、ここで、スイッチを打つと、あ、そうなんのか。はんはん。あ、な、え、う、なんか伸びたけど。でも、これもう、死んだら死んだで、いいや、う、ちょ、う、え、これ、いける？無理じゃね？あれ、押しちゃダメだったやつ？くすん！オッケー、わかったわかった。よし。あれ？ああ、死んじゃった。オッケー、わかった。とりあえず、こう。で、こう。で、この針がニョキってしてくるけれども、あそこのスイッチを押しちゃ、え？押していいよね、これね。こういうことか。なるほど、なるほど。もう何もないな。オッケー。あ、うん、当たっちゃった。まあこっからですから全然いい。お、あ、これで上に行けんのか。うー、え、あ、でも足場ができたな。こっちはいけるか。オッケーオッケー。うー、ちょ、意外と雰囲気に反して罠が巧妙ですね、これ。え、どうすりゃいいんだ、こっち行くと見せかけて、で、あそこに針が飛ぶと出るからまた戻る、こういうことか。これもういける、ほっ、あ、行って行った。あ、でもセーブ遠いな。やられたんだけどさ、本当に珍妙だね君たちは。くすん、もう行き方は分かりましたから、さすがに騙されはしない。お、よーし。もう一回ここでちゃんとセーブしよう。で、うっ、え、うん、君たちは本当にすん。え、ってことはこれどういく？ダイレクトに向こう行けるか。ダメだな。あ、わかった。そういうことか。多分これでここに入るんだ。で、こう、オッケーオッケー。あ、うー、
もうね、初見なんで、本当に、えこれ、立てないね。急いで行けと。もう罠にかかったらかかったでしょうがない。その時も甘んじて受け入れようと思いますよ。ああ、間に合わなかった。いや、なんかこの夜空系の合い罠はいいですね。どれも雰囲気がね。あう。おし。向こうに行けと。なんかないか罠。大丈夫か。あ、セーブがあるな。これは左か。水の中はいけんのかな。あ、いけますね。あ、なんか水の中もこの月明かりが届いてる感じがすごくいい。え、なになになに、え、水中ステージあんの。え、どっちが正解かな。向こう一回左でも行ってみたい気はするんだけど、ちょっと待って、一回こっち行こう。で、こっちが何もないようだったら水の方行くし。あ、バナナがあるな。これセーブ罠じゃないの。あう、あとりあえず向こう行ってみましょう。もうちょっとこの音楽に触れていたい。で、こっちもまた水なっちゃうかな。とりあえず左に。これ落ちてこない。落ちてこないな。珍しい。とりあえず、え、うわ、危ね。多分これそういうことでしょう。お、よく反射したね。死んだけれども。ほ、おし。これこっち行けんのか。う、う、う、あ、よし。じゃあ、まずはここを攻略してみましょう。うー、危ね。あ、これもか。これ、ここでセーブしちゃって大丈夫か。音楽が、急になんか可愛い感じになってきたな。え？え？うー、ちょ、マジでか。ほ。オッケー。なんかすんごいほんわかしてていいな。これ先にこう行っちゃえば、オッケーオッケー。で、ここか？え？あ、そこに入るわけじゃないのか。もう罠にはハマってみないとわかんないですから、何が仕掛けてあんのか。よいしょ。オッケーオッケー。で、そのまま落ちちゃっていいのかな？あ、もうセーブが。う、う、ちょっと、あ、右から。よし。で、下行っちゃっていいのかな、あれは。うっ、ほ、オッケー。ほ、よし。で、上かな。あ、鶴がありますね。さてよ。うっ、びっくりした。危ね。びっくりした。あー、もう二段ジャンプ使っちゃったよ。こうでしょう。ここまではいい。これ、上には届かない。よね。で、これどう？あう！これで二段ジャンプ残せたか？あ、残せた。オッケーオッケー。で、これでようやく向こうに入れんのか。こういうことか。オッケーオッケー。ん？あ、で、もう一回同じことをやって。で、下に行けるようになったと。あ、やべ、やっちゃった。しゃあ、危ねえ。不死鳥。よし。あとは同じことをやるだけですから。ほ、え、なんか今捕まったな。え、ちょ、もう一回やれと。そんな。ほい。いいよ、何度でも。うわ、危ねえ。おっけおっけ。もうさすがにないだろう。あ、セーブ、来ましたね。意外とサクサクいけてんじゃないか、これは。あとはこの初見ハリどもが何もしてこなきゃ。え？え？なになになに君。当たったら死ぬよね、これね。死んだな、罠だな。え？これは？
て。もうダメじゃん。くすん。ってことはこれ落ちちゃっていいのか。え、あ、こっちが聖地のルートと。はあ、はあはあ、え、お化けが、お化けが、お化けがさ、とりあえずルートは分かったんで、お化けが来るぞ。来るぞ。あれ来ないな。何が変わった？ん？何が変わった？え？あ、やべ、やっちゃった。まあここはね、なんてことないですよ、もう。で、問題ここだわ。じゃこれはさ、どうすんの？え？あ、リフト動いてんな。キノコの端っこ立てんのかな。試してみよう。あ、いけるな。いけるいける。おっとおっけ。あ、死んだ。オッケー、キノコの足元は立てるから、まずはそこに立つ。オッケーで、うえっ。え、こう、ここはまあこれでいいとして、問題こっちなんだよな。あいつがいなくなった後どうする。よいしょ。で、変わんないな、それは。あ、いけたいけた。なんだ、え、うわ。お前動き止まってたんちゃうんかい。ほ、やっぱあの幽霊が飛んでくるときに直前で飛ぶしかないかな。それでかわせるのかわかんないけれども、それぐらいしかもうあと考えられることってないんだよな。ここでしょ。お、行った行った。戻ってくんなよ。よーし。オッケー、セーブできましたんで、じゃあ、今回この辺にしてですね、次回この先を進んでいきたいと思います。はい、それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。